毎年来る日ですよ、ねうん。他どうでしたなんか1週間。まあ、あとは普通でしたね。普通の。本当にいたって普通でしたけど、うん、<laughs> はいはい。もう特別じゃない全でね、はい。まあでも。ちょっと天気悪かったからな。あ,あそうですか、うん。そうそうそう。ね、あの日本は今、ゴールデンウィークですからね、うん。あ、そうね。家族もそう言ってましたね。うん そうそうそう、はい、先週のりこさんと話した後に、ゴールデンウィーク始まり、今まあ。何をし、今まで何をしましたか、ね。いや、もう大変。<laughs> あの、なんかずっと騒がしい。<laughs> 遊んでる。朝から晩まで、いやーって遊んでる。 まあ、遊ぶだけだったらいいんですけど、やっぱりもうなんか、パピ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 ってずーっと言ってるから、ちょっと疲れます。可愛 <laughs> <園>い,いと言えば可愛い,いんですが行ったんですか、公演。はいはいはい、ね、いろいろしましたよ。あの、先週は、その、お台場というところに行ったり、うんあの、ちょっとその、チームラボっていうあ。 ちょっっと教えててくれましたた私行ってみたいととと言っっっ、ね、ったたたたでですすすねても良かったかったあ行行んんだたあじゃあお台場にすごい人がいそうです、ね、いやそうでもなかったですね。<あ>あ<の>本当、はいうん 雨も降ってたし、はいはい。まあいいのか悪いのかわかんないですけどね。はい、雨が降ってるとね、人は少ないですけど、まあそれだけちょっと傘さして面倒くさかったですけどうん、うん。電車に乗って行ったんですね。電車に乗って。家から近いんですか遠いんですか。えっとね、思ったより近かった。うん、あ本当。はい、なんかもっと遠いイメージだったんですけど、まあ四十分ぐらいで着いたかな。地下えっと、中川は少し少し近いですね。 なんか東京の地下鉄って全部地下みたいな地下鉄珍しいんですよ。なんかちょっと地上に出たり地下に戻ったりなんか行ったり来たりするんで地下鉄っていう気がしないですほど乗る時は地下じゃないこともありますかあれあそこはずっと地下なのかなちょっと分かんない。あまり気にしないですね地下なのか上なのか。 まあでも簡単に行けたんですねん。はいはいあのー、思ったより簡単に行けて、うん、よかったですよ本当に良かったあのーうん、子供も楽しかった。うん、そうだと思いますけどね。うん、あいいね。なんか<ー>子供って本当に,いい本当にあの行く前は面倒くさいって言うし、<laughs> ただあの着いたら楽しい楽しい楽しいって言うんですけど、いい終わったらすぐ疲れだ。うん はい、すごいわがまますぎて嫌です。ねそんなもんですね。はい。なんかすぐに喉、喉が渇いた。うん、なんか。で、なんか飲むと。食べたい。おしっこしたいです。あ、トイレ。トイレ。やっぱトイレ。あ、あるあるです。で、トイレも、あのトイレがあるときに。トイレ、トイレ、トイレ行きたいって言ったら、行きたくない。あ、わかる。で、後で。そう、そのね、五分ぐらい後に。 トイレがないとこであトイレしたいやっぱり。ある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 ですね。そっかまあでも楽しい一日でしたね。あいいじゃない出かけましたちゃんと。出かけてその最初は良かったですね。そしてその週末もまあいろいろしたり。今週はの 例えば、友達に会ったりしましたよね。あ,あ、本当に。はいはい、あの一人の友達。ゴールデンっぽいですね。そう、一人の友達と一緒に、まあ、子供と公園に行って。うん、彼はね、僕よりかなり若い友達で。うん、えっと、二十七歳。なったばかり。うん、で、あの。久しぶりに会ったの。 久しぶりですね。あのねそうだよねに。まあそのお相手も仕事が。いやもうコロナの前にあったのが最後ですよ、ね。ああやっぱり。やっぱりいろいろ。本当に久しぶりだ。本当に久しぶりで。ああそれは良かったね。はいあって、あのー、まあ若いし元気だから、うん、まあ、子供と一緒に走ってもらってね。<laughs> ああそっか遊んでもらって。はい、はい、遊んでもらって。<laughs> 僕はちょっとななるほどなるほほどどちょっとそれを見てました。 面白い風景でんか僕と同じ同じ年とかちょっと上ぐらいの友達だともう走れない私も走れませんから大丈夫若い友達はねいいですよ座って眺めてね若いおじさんだから遊んでもらいなさい子供に言ってそうかどうやってその方と知り合ったんですかそんなえっとね スペインにあの僕がい,いた時に、うん、なんか奥さんの知り合いの人から聞いてその,あのスペインに住んでいる日本人ということでねはい彼はいまずえっ、ー、とね彼が大学生の時にあのスペインに留学したいということで、うん、1>, 1年間、まあ、スペイン語の 留学をすするんですけど、まあ、彼は結局バレンシアに行きました、うん、で僕はその時バルセロナに行ったのでその話を誰かから聞いてわざわざバルセロナに来てあの会いに来てくれたんです。すごいよね。はいはいはい。うん、でそれでスペインの生活どうですか<や>みたいなそういう話をして、うん。あ<は>そういうつながりなのはいはい、いいですよって言って。うん、で でも僕がもう日本に戻ってくるちょっと前だったんですよね。少し前で彼が、はい、あのスペインに来たのかだから僕が先に日本に戻ってきたんですね。で彼はあと数か月あのバレンシアに一人で留学してましたね。でその時に僕はよくあの東京から電話をしてましたよ、ねあの。奥さんよりももっと電話をしてました。 あ本当にその理由は,そは僕一人で一人で来てましたよね一人で東京に来て最初に来ていろいろ、あのー、準備をするっていうことでねあ<ー>だ,だけどだけどあのー、まあ最初ちょっとレッスンも少なかったし、うん、あと一人だったし、あのー、よくラーメンとか食べてたんですよね、うん、で久しぶりっていうことでねなんか。 あの日本でね東京でラーメン屋に行ってその写真をね送ったりして、ね、その友達に送って「美味しそうでしょ」みたいなでその友達もな食べたいんですよね「うわ美味しそうですね」みたいなで<た>よくあのよく電話をして「今居酒屋にいるけど何食べたい?」みたいな、うん、<laughs> んそういうこと言ってそういうことを奥さんに言った方がもう殺されちゃいます。<laughs> 何やってんの そう,そうか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 羨ましいでしょ。まあ、彼はそのスペイン料理とかもちろん楽しんでましたけどやっぱりねこの食べ物ちょっとあの恋しくなりますよね。まあまあね。 あるあるある、どうせそのタイミング的にね、なんか無性に日本食食べたいとかさ。なんか、これが食べたいとかあるよね、やっぱり。はい。もう、のりこさんにうどんの写真を送り。そうそう、私はもう、その途端にうどんが食べたいと思う。ブロックしますか。頭の中で、ああ、うどん。のりこさん、うどん食べてますいいですよね。なんか、あれから、うどん食べるたびに、のりこさん思い出します。 いや、私本当にうどんが好きだから。あのいろんなところで言ってるんです。もう食べ物の中でうどんが一番好き。今日僕昼ご飯あのカレー。うどんでした？カレーうどんもいいですね。でもカレーうどん食べ方気をつけないと汚れるんだよね服が。レッドが飛んだりして。僕はもう結構そういうの食べますか？はいはい。すごい。そんなの。え何ずるずるやってないんだじゃずるずる。カレーうどんはずるずるしないかな。 あ、本当、ずるずる行った時に、はい、あの、カレーが服とかに飛び散りませんか。いや、まあ、そうでしょう。だから、カレーうどんもずるずるしないかな。<laughs> そうそう、気をつけて食べなきゃいけないんだよね。はい。まあ、自分で作ったカレーですよね。ああ、自分っちで食べたの。うん<ー>。いいですね、さ最近カレー作ってないの。<ー> <laughs> それで、まだね、そろそろカレーの時ですね。じゃあ。はい<ー>。<laughs> そうそうそう。あところで、てっぺいさん、ちょっとこれはあの、はい、今日話そうと思ってたこといいですか、話して、誕生日のことを、まあ、来週また、あのてっぺ平さんの誕生日のことを話しますから、私の、ね、生徒さんが私に言ってくれたんですけど、うん、この方は、うんまあ、てっぺ平さんのポッドキャストも、ソロのポッドキャストも聞いてるし、ね、この会話のポッドキャストもあの聞いてくださっている方でものすごいこの会話のポッドキャストが好きなんだって。ういでそういうマリアの、ありがとうございます、すい本当にね。 であのー、ものすごいマニアックな方で本当に楽しいです、この普通の会話が本当に楽しくて仕方がないだからまあ、ぜひ頑張って続けてくださいって言ってくださったんですけどあのまあ、続けていくためにもですねあのグッズを作ったらどうかって言われたんですね。<laughs> で、私はえっ、ー、って全然やる気がないからえー そんなもの買う人いないでしょうって言ったんですよすぐに。哲平さんと私のどんなグッズが欲しいのって言ったら「いや T シャツが欲しいです」とか言われて「いやいやそんなえあなた買うの?」とか言ったら「僕は買います」って言われてびっくりびっくりしてマニアックすごいマニアックな人がいて。いやいや自分で作ってください由にに本当になんかでも <laughs> あの てっぺいさんが言う、なんかこのポッドキャストで言ったようなセリフとか、なんかこのポッドキャストを聞いた、聞いた人しかわからないようなことが書いてあるマニアックな、あの、 ステッスティッカーとかあのマグカップとか欲しいですとか言っていていやいやそういうことをねハリキすると誰も買わないから私あのどうかな私はちょっとあのダウトダウトな感じねそうそう期待しない期待できないそれはそこまで僕はあのそうそう私私も私もまた同じ反応だったんですええでもその人はいやいや 中にはマリアックなファンもいますからって。いやいやすごい少人数ですよ、ね。いやいやいや、一人ですよ、絶対、その人だけ。しかもね、これね、そういう話は、今までも、あの、僕の人生でも、そういう話ってよくあるんですけど。うん、あ、そう、まあ、あります。そう、いろいろあるんです、うんそ。そういうタイプのね、そういうタイプの。うんうん、やり、やり。なんか。やりとり。うん、やり、その、その、例えば、そのファンの人がね。うんうん、絶対いいですよ。T. シャツ作ったら、僕は買いますからみたいな。でね、例えば。うん シャツを作っしかもねその人がもうわかいやちょっと興味がなくなりました結構ね言い出した人がね意外とねあれいないみたいな例えばなんかミートアップしましょうみたいなね例えばそういうのあいつだかのそうそう YouTube ライブとかも今日やってくださいよみたいなあ来ないんだ来ないないじゃん わんんかるわかる、うん、本当に私もそう思いますねだから意外とねマーチあの多分赤字になります、ね、<laughs> <laughs> やっぱりものを作るっていうのはねこの時代はちょっとなかなか、あのー、そうですねだからまあお気持ちだけでねそうです,ですねアイデア,アイデアは本当にねいろんな人がいろんなアイデアをくれるくれて、あのーうん、僕たちをね、あのー、応援してくれる それは本当にう、ね、嬉しいことですよね、はい。ただやっぱりどちらかというと意味があることがいいですよね。そうそうそう。意味があることを知っ、ね、てます。聞いてね。はい、<あの> <laughs> 宣伝していただければ、ね。<laughs> はい。何かね、あの、そうですね、少しずつなんかこう、いろんなことができるといいですけどね。な何,何がしたいですか、ね、いやいや、分かりません、ね。もうその なんかこう人の役に立つこととかね。はい。でも、うん、そうですね。なんかそのまあでもあのこうやってね、そうやってまああの聞いてくださっている方がいるからまあありがたいですね。ね聞いてくれていないければまあ続けてませんからね。はい。いつかねこう VR とかがもっと良くなったらねノルカさんと一緒にあの。うん スナックスナックのりこっていうかね。いやいやいや、私の名前じゃなくてもいいんです。なんで私の名前。やめてください。はい。僕僕がバーテンダーやりますよ。隣のりこさんがいて、あの皆さんね。できますよ。バーチャルウイスキーの水割りを作りたいです。どうぞあいらっしゃいいらっしゃい。あの10年前に T シャツあ T シャツ着てますねバーチャル T シャツだったらいいですよ。 バーチャル T シャツ。聞こえてますよ。てますバーチャル T シャツ。まあまあね、そういうこともできるかもしれない。そういうのは面白いと思いますよ。うん、でもなんかフィジカルな T シャツをなんか世界中に送るのは、うん。てっぺーとか書いてあるのはどうですかてっぺーなんかコテコテの。てっぺー何ですかわかんない。何,何を書いてある T シャツがいいですかてっぺーファンクラブ。ファンクラブ。てっぺーラブとか書いてある。<laughs> ちょっと怖いですね。いや,いやいや、<laughs> T シャツ。でも中にはね、そういう強烈なあのファンがいるということでありがたい,いそれは信じない。ね、信じない。僕は信じません。<laughs> はい。まあ、<laughs> この話ものりこさんが作ってるだけかもしれない。いやいや、作ってる、ね。そんな人は存在しないかもしれない。いそういや、本当にね、ちょっと信じられない。あの、まあまあ、先生、人気じゃないですかみたいな話を聞きますよね、人気ですよ。僕は信じないですね、最近。 あ、そう。全然人気ないです。どうして、どうしてそんなこと。いや、たあのたぶんそのアナリティクスとかあるでしょ。そのポッドキャスト。あれ多分三人ぐらいの人が何千回って聞いてる。そういう人が。私も時々そう思うことがあります。同じ人が多分。多分同じ人だろうな。僕たちのために。ありがとうございます。そうそうそう。うんうん。まあでもでもなんかこのできるだけこの会話のポッドキャストを続けたいなと思いました。 やっぱり違うダイナミックスがありますよね。もちろん。リフレッシュしますよね。やっぱりポッドキャストとは違いますからね、普通のとは。もし同じことをやってたら、特にね、あれですけど、レギュラーの会話っていうのは、たぶんあんまりないと思うんで。そうなんですよ、なんか1回だけのコラボって、僕はあんまりね、興味がないわけじゃないんですけど、やっぱり繰り返される楽しさがありますよね。 そう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 なんですよなんかまあいつも話すことだけどね毎週木曜日こうやって私たちルーティンになってるからそうそうそ木曜日明日は哲平さんとの会話の日だみたいなね私そうそう水曜日の晩にねはいはいそうちょっとりかさんいいですか最後にんかあのズーム40分の時間制限になったんですか知らなかったのの今までは私あ 多分お知らせのメールが来てるはずですよ。あ、なんか、なんか来ましたね。で、有料で、有料になってるんですよ。でも最近ですよね。40分以上。そう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 。40分しかできないの、有料無料で。あ、そっか、もう切らなきゃね。もうあと2分ぐらい。まあ、でも、ちょうどいいといえばちょうどいいです。ちょうどいいです。大丈夫です、私の方は。40分。そうなんですよ。うんまあ、私はね、実はね、去年からもう、あの、有料やってるので、自分も。あ、そうなんです。ね うんまあ全然大丈夫なんですけど。まあ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 。そうです。じゃあ、カウントダウン始まりました。あ噂には聞いてましたけど、み見えます、見えます、カウントダウンですね。見えますははいいあ、でも来週、じゃあ、の哲平さん、ケーキを用意私はケーキを用意してないと思うけど。あれでも、ズームの生徒さんとそんなことあったかないつからですかこれ、始まかました。私は関係ないから、私は、あああのそういうことか。アップグレードして。お知らせ。うううんんん

<laughs> それでは、で <laughs> なるかさん、また来週。はい、また来週。はい、また来ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。